we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、焼津に行きたいと思います。イエイ。私も初めて行くんですよ。めっちゃ楽しみ。やばい。八重津魚センターってところに行って海鮮丼がつきたいなっていう感じ。うわー、楽しみだね。最高。か静岡といえばやっぱ魚なんだなってことをさ、ここまでもう散々見せつけられてきたじゃん。そうで、まあ、ちゃんとがっつり食べてないんだよね、海鮮丼。そうそうそう、これを待ってたのよ。超楽しみ。めっちゃ楽しみ。やばい。それで今日は八重津で海鮮丼を食べた後にお茶系のスイーツを食べに行きたいなと思います。なんで今日はグルメ会です。はい、ということで早速行ってきますので最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。到着しました。焼津魚センターでーす。よくさ、ヒルナンデスとかさ、そういうので来てるじゃん、うん、めっちゃ来てみたかったんだよね。店がね、すげー量ね、うん、でもね、なんか結構閉まってんだよね。そうだね、なんかね、雑誌で見たら物産店と飲食店含めて60店舗あるって書いてあったんだけど、うんうん、まあ、半分ぐらいかな。なんか結構閉まってる。だから土日だけとかなんかな、まあ、それもあるかも、ね、平日だからかな、わかんないけど、うん、とりあえずね、ちょっともうお腹が空いたんで何軒か回ってみて、良さげなところに入って海鮮丼食べたいと思います。はい、行きまーす。ルランね、うわ、すごい、でけえ、でかー、シラス200円だって。え、安っ。すごいすごい、みんなね、どんどんね、接客がすごいね。これとこれ合わせて1500円でいいよ、1000円でいいよみたいな。すごいね、楽しい。めっちゃ安くしてくれる、ね、結構バンライフだからさ、生物っていうのがなかなか買えないんだよね。そう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 、結構ね、これ行ったら楽しいんじゃない。うん、すごいよね、安いよね。スーパーとかに比べたら全然安い。うん、どんぐらいって1080円だよ、明太子。安い。多分しかももっと安くしてくれるよ、うん、うわー、うまそう。イカの塩辛めっちゃうまそうね。そうだよね、酒飲んでさ、イカの塩辛とか最高じゃん。美味しそうだね。それで西盛り丼、西盛り丼、ここから3つ選んで1500円。いいね。生き生き魚大食堂うなぎさ、八重津魚センターが経営してるらしいよ。なるほどね。どうする？悩むね。なんかさ、結構いろんなお店があって価格帯とかもほぼさ同じじゃん。そうだね。そうそうそう、何種類か自分で選べるのいいなって思った。さっきなんだっけ、みんなって見て、山水で、うん、あの三種盛りとか頼んで、そうそう、自分の好きなトッピングする。そうそう、じゃあそれにするか。それがいいかな。美味しそうだったもんね、うん、じゃあちょっと、じゃあ今日は山水ってところに行って好きなものを自分でトッピングするスタイルでやってみます。行きます。こちらでお昼ご飯食べます。嬉しい。やっぱどうする、すごいいろいろある、マジで。この中から2つもしくは3つ選べる。めっちゃいいじゃん。あ、え、桜海老があります。俺これにしよっかな。いい、ずる、めっちゃ豪華。極み大トロ海鮮丼、一番いいやつ頼もうとしてる。こうやってなんかちゃんとね、カウンターの中でね、板前さんがいらっしゃった。すごいじゃない。やばい、めっちゃ楽しみなんだけど。めちゃくちゃ期待できる。三種盛り、マグロの漬けと生しらす、すごい、これはトッピングですね。プロル別だ。すごい、こちらの海鮮が大盛りですね。やばい、漬けマグロいきます。めっちゃ美味しいんだけど。マジ、うん、とうとう八重津のマグロを食べれた。最高。何からいく？大トロからいきます。いただきます。
化け物。うまい。うますぎ。よかったね。うわ、新鮮さ伝わるわこれ。うわ、味噌汁めっちゃうまいね。これめっちゃ幸せなんだけど、やばい、止まんない。寿司屋の卵焼き、これさ、海鮮にさ、ほんとこう甘い卵焼き合うよね。うまい。おいしい、あったかい、おいしい。東京で食べたらもっと高いぞ。はいね、もっとするよね。贅沢じゃない？これはすごいわ。違う？めっちゃおいしい。ピチピチだよ。止まってないじゃん、もう。言葉をなくしてる。黙々と食べちゃう、これ。うまい？うますぎて。とろろかけます。いいね。山かけ丼になった。とろろいい。とろろトッピング正解。美味しかった。いける。大満足でございます。最高に美味しかった。うますぎない。お鍋がめちゃめちゃ嬉しい。喜んでるからもしれない。見ててすぐ分かるもん。嘘。あ。これは嬉しいんだなみたいな。お気に召したな、こいつは。そう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 。よいしょ。はい。戻ってきました。はい、今八重洲魚センターに行ってきました。めっちゃ美味しかった。美味しかったね、海鮮丼、うん。商売やってる人たちの掛け声とかがすごかったね。すごいね。これとこれ合わせたらこれになるよみたいな。なるよみたいな。叩き売りみたいな感じで。楽しかったし、うん、美味しかったし、うん、いい経験だったね。ね、佐野は行ってみる？佐野は行こうよ。八重洲市にあるね、英語で佐野は by 丸玉園ってところ。創業70年の老舗茶屋丸玉園のセカンドブランドだって。いいじゃん。夏は静岡県産茶葉を使用した贅沢かき氷、それ以外の季節パフェやティラミスを用意だって。そこ行こう。行ってみる？じゃあそこで抹茶スイーツ。よっしゃ、行きまーす。こういうカフェに来るのもいつぶりだろうね。超楽しみなんだけど。ティラミス。綺麗。何なの？チーズ？チーズ、マスカルポーネチーズだよね。美味しい。緑茶入り玄米茶。上品な味ですね。上品だな。しっかり抹茶だね。ね、結構抹茶だよね。うま。苦味結構、うん、しっかりくるね。お茶合いそう。うま。セットだね、これ。学ぶのお茶一口ちょうだい。これ煎茶だよね、普通の。うわぁ、美味しい。抹茶入り玄米茶にしたんだけど、ね、美味しいね。これしかもここで買えるんだよね、多分ね。うん、目の前よ、これ。うん、美味しいよね。黙って回る。黙って回る。うん。ひげしたよ、このまま。わかる。こうやってやってるとさ、両手顔合わせの時思うんですけど、こんな感じのメロディーで流れた個室でね、個室でさ、うちのお母さんはもう学ぶ君みたいな人と結婚できるなんて本当に思ってなかったみたいな感じでさ、学ぶのお父さんとお母さんもさ、学ぶ君結婚できるなんて思ってなかったみたいな、お互いに学ぶちょっとそのためかこんな上品な店でさ、俺がだからそのビールグラスみたいに持たない
から味噌汁をしかき込むみたいにしてさ、ジュルジュルっと食べないやつで、歯めっちゃ汚いよ。あ、汚い。歯がめっちゃ緑色になっちゃう。何が変でしょ。ついてなかったよ、普段から汚いから。歯に苔生えてる時ある。ついたら寝てれない、苔生えちゃうんだよね。うん、そうそう。うちらがさ、こんなスイーツ食べてるの珍しいよね。二人でさ、スイーツなんか食べに来ないもんね、普段で。焼津に来た際はぜひ焼津魚センター、そして佐野和さんで抹茶スイーツ食べてみてはいかがでしょうか。誰だよ、マジでさ。全部の動画で最後そうやってってから。いや、違う、ちゃんと厳選してきてるから。自信を持って動画にしてるからね。なんかと思ったのが、天城越えのところらへんでわさび、本物の生わさび買って焼津沼津港とかで刺身買って、あ、吸って食べるっていうのが静岡を二大名物を一度に味わえて最高かなと思った。絶対うまいね。絶対うまい、絶対うまい。それやった方がいい。いいと思う。それやりに戻るから今俺ら。はい、はい、今ね、佐野はバイマルタマエンさんで抹茶スイーツ食べてきました。美味しかった。最高。パフェとねティラミス食べたんですけど、どっちもとっても美味しかったし、なんかあの私はめちゃめちゃ緑茶が美味しくて超感動したんですよ。さすがやっぱお茶屋さんで感じたね。そうそうそう、やっぱ静岡のお茶って超美味しいんだと思って。美味しかった。すっごいね、おしゃれなね、今時っぽいねギフトボックスみたいなのもあって、あれ贈り物をしたら最高だろうね。若い人も行っても楽しいし、うんうん、あの年いってる方もね。年いってる方、言葉選べよ。若年層の方からご高齢の方まで、そうそうそう、幅広い方に楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。だからね、あのね、ね、あのね、笑いすぎなんだけど、キモ。あの緑茶ってダメだ。でこれからなんですけど、はい、で今回はグルメ三昧の一日ということで、なんと夜もね実はあるんですよ、グルメが。静岡おでんを食べながらの久々の酒企画をちょっとね取ろうという話になってます。居酒屋やで、居酒屋に行くんですよ。めっちゃ嬉しいぞ。約1ヶ月以上ぶりだね。うちら番外始めてから一回もそういうことやってないからさ、酒飲むのに車を運転できないじゃないですか。なので久々のホテル泊、嬉しい。静岡おでんをどうしても鍋に食べてほしいから、うん、今から静岡の方に移動してホテルに泊まりたいと思います。はい、はい、行ってきます。おお、なんかすごいいい感じのホテルじゃん。1ヶ月ぶりのベッド、嬉しい。ホテルオールイン、オールイン、オールイン。ああ、いいわいいわ。うわ、久々のベッドですよ。嬉しくね。1ヶ月ぶりのベッドとご対面。あ、ずる。あ、ちょっとお前だめ、落ち着け。着替えてからだぞ。その格好で行くねよ、絶対。バンライフは汚いんだから。いやいや、綺麗にしてるだろ、俺は。バンライフはみんなめちゃくちゃ汚いから。